さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回なんですけども、今回はですね、アーキキャドでのスロープの作り方っていうのを解説していきたいと思います。まず僕の中でスロープの作り方っていうのは2つありましてですね、まあそして参考程度に YouTube で調べていたところ、僕が知らない方法をまあもう一つ見つけたので、まあそちらはですね、まあ僕はまだ完全に理解しきれてないので、最後にそちらの方も説明していきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ってことで早速やっていきましょう。はい、ということでですね、アーキキャドへやってまいりました。これまあいつも通り、まあ、僕が設計した作品なんですけども、まあ、こちらを使って解説していきたいなと思います。で、僕の中で知ってるの2つって言いましたけど、3つ一応ありますけど、今回解説していくのは2つです。なんでまあそちらもお付き合いくださいということで、はい、まず早速ですね、スロープをこの GL の部分からこの2階の部分、ここをまあ橋渡しになるようなスロープを軽くスッと引きたいなと今思ったんですけども、まあそちらをじゃあやっていきたいと思います。まずですね、多分皆さんアーキキャドって結構スラブって斜めにできないんで、曲線どうやって作るのかっていうのは、まあ、結構僕のチャンネルで説明していったんですけども、曲線じゃなくてこういう斜めのスロープとかそういうのってどうやって作るんやろうと思ってる方結構多かったんじゃないですかね。屋根を使ったりしてたのかなってまあ思うんですけども、まあ、僕はですね、このシェルを結構使ってまして、まあ、シェルの解説って結構まあまでしてたんですけども、これを使ってます。まあ実際これでどう使ってるのかと解説していきますね。まずはこれの3種類ありましたが、この押し出す方を選択した上でですね、これではなくしっかりとこちら詳細の方をクリックしてください。でこれでまあまずは準備 OK です。でその後にですね、このシェルを使うときは何か補助になるものを作ったらいいよっていうことを確か解説させていただいたと思います。でなんですが、今回やっていくのはまあいつも通りまた壁を使うんですけども、壁を作りましてですね、これちょっと一般にしておきます。一般にして、まあ高さはまあ何分でもいい、何分でもいいんじゃない。でこれで1階に合わせてと、こんな感じかな。4950ってちょっと狭いな。上までやろう。はい、こんな感じでやっていきます。でじゃあこの階段と同じところにスロープを作りたいという風になりましたら、こんな感じでまず補助になるものですね、こうやって作ります。でこれ高さが5メートルあるんですね。で5メートルなんで、まあまあまあ、12分の1とかやったら60メーターいいのか。まあまあいるな。まあこれ多分道路を突き破っちゃうんですけど、60メーターでじゃあやっていきましょうか。まあリアルなね、一番多分車椅子の方でも登りやすいのって 60m なんで、本当だったらこれ折り返してやりたいんですけど、今回はちょっと直線でやりたいんでこれでやりますね。はい、これで OK ですね。はい、こんな感じで出来上がりました。で、あ、もうこいつら邪魔やな。まあいっか、まあ一旦これでやっていきます。はい、これでですね、先ほどのシェル押してください。このシェルを押した状態でですね、まずは面を基準にしたい面を選択します。でその面から先ほど作った基準となるものですね、今回だったら僕でしたらこれですね。はい、ここクリックして、ここをクリックと、でもう一回クリックするとこんな感じで押し出していけるということなんで、ここからですね、まあだいたいここまでで決めて、う、気持ち悪い、何これ、きしょいな、きしょいけど、ちょっと多分あれですね、上書きですね。まあ上書きなくして、でこいつらの素材をこれにしよう。あ、金属ステンレスになってんねやったらいいや。このけじゃあステンレスじゃないね、ステンレスじゃなくて、まあ今回ちょっと今これめっちゃ僕のあれなんですけど、まあスチールに変えて、でここで今回やったらこの上側のこのスラブが邪魔なんで、このスラブを消したいんで、シフト C でターゲット、こちらオペレーター上方向へ減算実行ってしてあげると、まあいつも通りなんですけども、過去に僕が教えた
のでも大体わかると思うんですけど、こんな感じでまあ消えるんで、こうするとですね、まああら不思議と、もうこいつ基準にしたものは消して、あら不思議と、まあちゃちゃっとスラブが出来上がっちゃいましたという、そんな感じです。こいつちょっと邪魔なんでレイヤー消しますね。はい、紆余曲折、紆余曲折して、で作るべきじゃないですか。でその時はですね、これ勾配はもう一つこれ一緒なんで、もうコピペして貼っていって高さ変えてってすればすぐにできるかなと思います。はい、そんな感じで僕の中の一つ目のスラブの作り方は完成っていうか、まあ終わりです。まあシェルって結構便利なんでね、まあこれはぜひとも習得してください。でもう一つの方法がですね、このスラブをモルフ化する。まあ、僕の中でモルフ化っていうのはもう最終手段なんですね。最終手段やけど、まあまあしゃあないのかなってことで、まあ、一旦スラブこうやってやりますね。で 3D 見てこうやと。でスラブはどうやってもこうやって下に下げれないんですね。このここを持ったとして、こうやって、あ、移動できてるやんと思っても、これ平面上だけなんですね。これ多分皆さん経験したことあると思うんですけども、でこちらを、まあ、スラブ斜めにしようとしたら、もうモルフにします。モルフにしちゃいます。選択内容モルフに変化 OK や。で OK して、辺をオフセットでまず下までギュッとしようかな。んでここの辺もオフセットでこうやって、まあ厚さはどれぐらいか分かんないですけど、こんな感じで、まあスロープを作ると。まあこれも本当だったら今さっきみたいに、まあスラブをまず平面でこれと同じ大きさに作って、でそこから今みたいな感じで辺をオフセットしていくっていう、そういう感じになっていくと思うんですけども、モルフ何が嫌かって、まあ一回モルフにしたら帰れないんですよね。でこいつ自体にその種族というか役割が持たないんですよ。こいつの場合だとシェルっていうのがちゃんとつくし、こいつだともうモルフはモルフっていう形で複雑な自由な形にグニャグニャとしてしまうので、僕的にはすぐ作業がやりづらくなるんで、あまりモルフはおすすめしません。はい、そんな感じでね、僕の中のスロープの作り方っていうのはこの2つで以上になりますが、はい、今からちょっと実写に戻ります。はい、ということで戻ってきました。いかがだったでしょうか。僕の中の2つのスロープの作り方ですね、まあシェルを使った方法と、あとはモルフを使った方法ですね、この2つを説明していきました。まあシェルがダントツでいいと思います。シェルをぜひ使ってください。もう一番のおすすめです。めっちゃ簡単にできるんで。あとシェルって、あともう一ついいの忘れてたんですけども、道路の切り下げとかあるじゃないですか。あの車が登る時用のちょっと道路が下がってる部分みたいな、ああいうのも僕道の駅で作ったんで、まあ、また今度見せたいと思うんですけども、まあ、そちらであったり、まあ、いろんなものに使えるので、シェルは絶対に使いこなしてください。でも分からなかったら僕に聞いてください。もう僕がもうズームでも何でも個人で教えますんで。で、はい、そんな感じでね、僕が一つちょっと分からなかったっていうのはありますよね。今ここら辺に多分乗っけてると思うんですけども、アーキキャドフラッシュさんって多分知ってる方は結構いると思うんですけど、僕らなんかより全然登録者数が多い有名な方なんですけども、そちらの方でスロープの作り方 1,2 っていうのが出てます。で1の方はですね、断面形状、僕が以前説明させていただきました断面形状を、まあ、ちょっとした応用した形で作ってる方法、まあそれは僕も、まあ、知ってたんですけども、まあ、断面形状を使うよりは、まあシェルを使った方が僕は楽だなと思うので、まあそちらでやってるんですけども、でそれが一つの方ですね。でもう一つの方がなんかセグメント、それも断面形状のやつなんですけども、セグメントを利用してですね、なんかルールみたいなのを設定してやってはりました。僕はこれ正直知らなくて、あーやられたなと思ったんですけども、まあそれは、まあ、僕も学ぶべきところだなと思いまして、まあそれをまた皆さんに共有することで、皆さんがまた勉強して、まあ一つ賢くなって、アーケードもっと使えるようになったらいいなと思ってるので、まあそちらの方を共有させていただきました。こちらのアーケードフラッシュさんの、スロープの2という動画ですね、こちらの方で解説してありますので、ぜひ見てください。僕も何回ももう見ます。はい、ということでね、今回の動画は以上になるんですけども、今回はスロープの作成方法ということで、頑張ってスロープシェルを使って、モルフを使って、あとはアーケードフラッシャーさんの方法、断面形状を使った方法2つということで少し解説をしていきました。はい、いかがだったでしょうか。まだね、僕の方でもまだ、教えるのがまだ下手な部分ありますが、これからもどんどん動画上げていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。